どうも、コウズです。今回ですけども、ちょっと別の動画にもちょろっと触れたんですけど、動画に来たコメントでですね、こういうコメントがいただきまして、そこについて触れていきたいというふうに思うんですけども、何かというとですね、まあ、僕がその田口真中さんに嫌われてるっていう話を、まあ、ちょっとエピソードトークとして、まあ、ちょいちょいかますんですよね。動画の中でも。で、それに対して、こう、コメントいただいたんですよ。あとずっと思ってたんですけど、数年ぶりに現れて名乗って誰当たり前、嫌われてる何年前のオタクの伝聞情報、本人が直接言われたのに、ひどすぎるので、もう触れないでください。彼女のマイナスプロモーションになるので、ということで、多分田口真中さんファンの方からコメントいただいてて。で、まあ、僕も返信してるんですけど、まあ、これどういう経緯でどうなってるかって話、ちょっとこれ、まあ、一応全部触れてみようか。事実なんで触れてるだけです。嫌われてるという情報は現在進行形でたけしさんをしてるオタクからの情報で名乗ったのそれを聞いていたので、発生試食した際のことです。なんか勘違いしてるんじゃないですかっていう、ふうに、ちょっと返信したんですね、僕の方から。で、まあ、別の方が、まあ、横から入ってきて、コンさん多分嫌われてるのでしょう、みたいな。なぜならあなたが接触もしないでメンバー批判をすることです。でもさ、じゃあ何かその子がどうこうっていうのに、皆さんは握手会に必ず行ってから行ってますか？僕の場合、例えば劇場公演で、その、なんだろう、興味のないメンバーももちろん、なんだろう、例えば前に来たら見ることがあるじゃないですか。で、それで、ああ、この子例えば歌がいいな、ダンスがいいなとか、表情暗いな、いいなとかあるじゃないですか。それも言っちゃいけないってことなの。接触してないから。それはまたおかしな話じゃない。だからこういうのはちょっとやっぱ的外れてるな、的外れてるコメントだなと思っちゃう。で、なるほど、申し訳ございませんでした。だとしたら、なおさらですね。会ったことないけど、どうやら嫌われているらしい。初めての接触、目の前にベルトコンベア状態で本人が現れた。で、構図です。構図ポカン。やっぱり僕は嫌われてる。わら。全く意味がわかりません。なんならその情報を知り、より深く思いました。私が言いたいのは、会ったこともないメンバーに対して嫌われているという伝聞情報、これだけで発信するべき内容なのですか、ということです。あなたはきっとこの意見を押しバイアスで片付けるんでしょう。でも自分には、僕は苦手ですと正直に言わずに、僕は嫌われてる、なぜならと切り取り情報を便利に使っているようにしか見えません、というふうなコメントを来たので、切り取ってるのはあなたの方でしょうと、要はここだけ切り取ってんじゃんっていうふうにお返ししたんですけど、確かにそうです。最後の部分は取り消します。申し訳ございませんでした。メンバーを苦しめるので最後にします。何に納得していないか。アイドルにとって極めてセンシティブな特定オタクを名指しで嫌いと言っているという伝聞情報を本人から確認せずに発信している。これは紛れもない事実です。実際に目の前に初めて現れ、流れていた、名乗った、ポカンとされた、はい、事実確であまりにも不憫と思いました。でもさ、これじゃあ、僕がさ、僕に対して直接嫌いっていう方法が果たしてあるのかっていうことですよね。その伝聞以外で。逆に伝聞だから嫌いなんだって言いやすいんじゃない？違う。本人がいないから。例えばその、まあ、いいや、ちょっと最後に話そう。おたともとのノリを否定しているわけではありません。多くのやり取りから信憑性が高いのかもしれません。そうなんですよね。しかし発信するステップおかしくないという話。いや、そうかな。私も分が保てたのかもしれません。申し訳ございません。ご自身のチャンネルは自由です。お芝居やすも大歓迎です。ただ配信しているからこそ目のことに最新の注意を払うのも必要と思い書かせていただきました。でもこれ僕はね、全くその、なんだろう、批評、意見、感想、の一部だと思ってるので、これは僕は日本国憲法で保障されてる、なんだ、その思想の自由的なところの範疇だと思ってるんでね。そう、全く僕は田口真中さんに対して何か嫌がらせをしようという気持ちは1ミリもないですね。ただ事実で僕はこう思いましたっていう感想を言ってるだけです。で、返信しました。私の中で今回、田口メンバーとのやりとりは、長年田口さんに通ってるオタクが、私、あの人、かっこ俺ね、構図、嫌いと言っていたことを聞いたと。で、それはその田口さんファンの方と田口さんとの関係性があって、で、その、僕と知り合いなんだよね、みたいな、確か話の流れがあったらしくて、で、あの人嫌いって言ったっていう話を僕が聞いたって感じです。で、まずこれを、まず相当、あ、そうなんだっていう、あ、そういう話があったんだって、その、オタクの人がさ、直接本人と話したっていう内容で聞いてるから、僕はそれを信じてるんですよ。
あ、そうなんだ、俺嫌われてるんだ、田口真中さんに。っていうところ。で、多分、このコメントいただいてる方は、そこの信憑性で相違がある。その信憑性の認識で。ただなんか、おたともに言われただけでしょ。本当ですか?みたいな。多分、ノリを否定してるわけではありませんってことで、その、軽いノリだと思ってると思うんですよね。だからそこの認識のズレが相当あるよねっていう。だから僕と意見がすれ違うんだろうなって、別に、なんだろう、説得したり納得させようというつもりもないんだけど、あ、その勘違い、それって勘違いですよっていうのを伝えたい。だからそれ以降の進展にもより納得していないだけだと思う。そう。だからそもそもの土台をして、なんかうがって見られてる気がするので、話がちょっと噛み合わないのかなって気がしてると。で、まあそれがあったんで、で、このタワレコの握手会の Vlog でもそのシーン触れてるんだよ、俺。だからぜひちょっと Vlog 見直してもらいたいんだけど、タワレコのグループ握手、ついに田口真中さんと初接触ですっつって、嫌われてるらしいんで、名乗ってみようと思いますみたいな。多分俺言ってるんだよ。で、構図ですって名乗り、構図さんみたいな。で、言われて知られてない感じ出される。まあ、もちろん早いは早いんだけど、僕の滑舌が悪くて名前を聞き取れなかったというわけでもないし、ちゃんと、なんだ、構図さんって返してるからね。で、これは本当に知ってないのか、知ってるけど嫌いだから知ってない風にして対応した方が、したか、どっちかかなと思ったんですけど、個人的には、もう、私、あの人嫌い。で、構図って名前ほぼいないんですよ、多分。オタク界隈で。だから、構図さんって言って、多分僕になると思うんですね。あの人嫌いって認識してくれてたのであれば。全く、僕の存在を知らないで、だったら話変わるよ、もちろん。でも、僕のことを知ってて嫌いって言ってるわけ。名前も知ってて。そう。で、名乗ったわけじゃん。本人登場なわけ。構図さんですって、構図ですって。で、構図さんみたいな。で、多分ね、田口真中さんって頭の回転いい方だと思うんですよ。劇場での喋りとかね。客席いじりとか見てると。臨機応変さがあるから。で、多分、実際に嫌いな人が、いきなり、目の前に現れた時の対応って、皆さんどうされます?あ、私あなた嫌いなんですよねって言えるほど、なんかタフな人ってそんな多くないですよね。いや、例えば、まあ、知ってます、嫌いです、本人来ました、構図ですって名乗られました、僕はメンバーの立場でね、そう名乗られた場合、嫌いのお宅目の前に来ました、なんか動画見ました。なんか私のこと嫌いなんでしょう。とか言って流すとか。なんかね、そういう感じだと、あ、上手だなとか思うけど、多分、普通に怖くない?嫌いな人が、で、多分嫌いだというのも伝わってる中で、握手会来られたら、なんか結構怖いかもって思うけどね。ってなると、なんか知らないですって対応した方が、まあこっちも拍子抜けするし、なんだろう。まあたかだか数秒のやりとりしか時間が与えられてないから、それでやり過ごすっていうのも、まあ一つね、頭いいなっていう気はしますけどね。だし、でも、知っててそういう対応をするわけだから、まあ僕としては普通に性格悪いなって感じちゃうよねっていう。だから握手対応的には、なんだろう、9大点だけど、なんだろう、満点に近いわけではないみたいな感じ。だからじゃあどうやって対応すればよかったのって話で言うと、さっき言ったように、なんかちょっと、触れながら苦笑い、みたいなのが、まあ、成功法というか、まあちょっと上手かなっていう感じるけど、それも結構、ビビっちゃうと言いづらいよね。それでなんか激高された時困るよな、みたいな。いや、僕は別にそんななんかメンバーになんか激高するってことはもうない、全然ないけど、メンバーにブチギレとかないけど、ないし、もうなんかわかるじゃん、だって。なんだ。僕が何者かがわかるじゃないですか。ある程度。
で、握手会ってなんか発狂しだしたとかってなったらさやばいじゃんだからそこら辺はなんかそう、まあでもわかんないな、田口真中さんからしたらさ、俺なんてさ得体の知れない一初対面のオタクなわけじゃん。確かにいざなんか本人来た時にさ、どうやって対応すればいいかって、今こう動画だからさ、例えばこう対応すればよかったんじゃないですかとか、ね、俺も言ってるけど、いやでもそこまでの臨機応変さって結構なスキルが必要、柏木ちゃんぐらい必要なんじゃない、と思う、うん、でもまあその認識されてて、いざねその初対面して知らない風を出された時にまあどう感じるかですよ。だからそれ僕はちょっとどうなんて思っちゃった。そうだからね、そういう顛末があったっていう中で、そのこの方とのやり取りをまた遡ると、その嫌われてるらしいが、らしいじゃないのよ、嫌われてるって断言された情報で俺は認識してるから、ここがまずずれてんのよね。で構図です、構図で嫌われてるっていうその展開はあまりに本人がかわいそうみたいな、だからそれが違うんですよ。そこの会ったこともないメンバーだけど、そのに存在と名前を認識してくれてる前提で僕は会いに行ってるから、このなんだろう、言いたいこととずれちゃうよねっていう話なんだよね。うん。で、俯瞰して見てましたけど、またこの第三者からある。だからこのコメントのやり取りはなぜかその注目されてるんだよね。そう、なのでちょっと動画にしようと思って、ちょっと説明してみました。でも私の発信が自由に、あなたが何を見てコメントするかも法に触れない範囲で自由ですと。だから誹謗中傷は本当に良くないよ。なんか最近多いじゃん。なんか開示請求だなんだとか。ああいうのは良くない。けど、まあその、なんで、意見とか批評と批判、あと誹謗中傷は別個なんだよね。そこの線引きすごく難しいんだけど。私の発言気に障ることはあるかもしれません。ぜひのお互いで別ベクトルに向けていただいて、メンバーと楽しい時間をどう使うかにご注意。そう。結局僕のチャンネルは皆さんのオタ活ライフの向上がに資することができればいいなぁと思ってるわけ。まあだから現場のレポとかさ、なんだろう、こういう考え方がありますよっていうのをまあ一個一個提示してるだけで、別に構図信者になるっていうわけじゃないのよ。だから構図こう言ってるけど、あいつクソ雑魚だなとかクソオタクだなっていう意見があるからこそ、逆に構図さんの意見に納得ですっていうのも出てくるわけ。意見って対立構造があった方が盛り上がるし、その方がなんだろう、知識というか見識、見方が、見え方がいろんな方面あるんだって言って、こう深まるじゃないですか。だからなんだろう、そっちの方がいいなと思って。だから僕もね、批判とかの動向を超えた誹謗中傷ガンガン来ますけど、あれはね、なんかその、いつかなんかそういう、対応するかもしんないですけど、なんだろう、その、行き過ぎは良くないけど、なんか単純にその、なんだろう、僕はそう思いません、僕はこう思います、僕は交際に賛成です、反対ですとかっていう議論は、なんか普通に大いにするべきで、そうすると自分のオタク活動のスタイルだとかっていうの見えてくるから、あ、いいよねっていうふうな思うんで、まあそれですよね。で、だから僕が田口真中さんに嫌われてるんですけどねみたいな話をするのは、まあこういうやり取りがあったからなんですよ。で、それはだからもう僕は信憑性の高いものだとして認識しているので、だからそこをなんか初手から否定されると、それは認識ずれるよねっていうだけで、別にその嫌われてるんでっていう話だったら、じゃあ好かれてるんでとかっていうのも言っちゃいけないってことなんていう。だから難しいよね。その僕サッカーチャンネルもあるからだけど、その町田ゼルビアのさ PK のボールに水をかけるのはいいのか悪いのか論とかさ、じゃあボールに水をかけるのはダメで、ロングスローでボールを吹くのはいいのかろうみたいに似ててさ、結局感じ方とかさ、そういう話になる、感情論みたいになってくるからな。感情論はね、視界を鈍らせるので気をつけた方がいいです。こうだからこうですよね、だからこうだよね、だから僕はこういう考え方なんですよ、皆さんどう思いますかでいいと思うんですけどね。
という話でした。はい、なので多分こういうこの下りはね、僕ちょこちょこ触れると思うけど、別になんか心底どのメンバーが嫌いとかないし、だしその なんだろう興味がない子にはあんま行かないし、でこういう風に嫌われてるって分かってるのだ、わざわざ何回も繰り返し行くとかもないし、だから僕この1回だけなのよ行ったの。タワレコの、しかもタワレコの握手会、個別握手会ってことないんだよ俺当日券を買えるやつで行ってるだけだからさ、そういう風な感じで僕はライトに、気に入った子で、でメンバーもちゃんと釣ってくれたら僕は、ああ嬉しいな楽しいなで通うだけだし、もうそれでいいかなと思う。なんかわざわざ苦手だとか嫌いだとかって言ってる子に通うつもりもないし、そもそも興味のない子に、行くこともないし、かな、と思いました。はい、いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。